はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は、ハッピーとはちょっと違うんですが、長年お世話になっていた杉山さん給食が全員で食べるのが最後となりました。で、その中で先生たちや子どもたちとどのようにこう今までお世話になった気持ちを伝えようかということでお話し合いをしまして、杉山さんが給食を持ってきてくださった時に全員寺でお礼の言葉を伝えるようにということで、今日はお礼の言葉を伝えました。みんな心がこもったご挨拶をすることができたなっていうふうに思いました。そして年長寺はこれちょっと内緒なんですが、実は杉山さんにお礼のお手紙を書こうということで今日は書きました。その中でカレーが美味しかったんだとか、ナゲットが一番好きだったとか、すごくこう子どもたちなりにすごく子どもたちへ子どもたちへの気持ちのこもった給食をこういつも作ってくれていたことが子どもたちにも伝わっていて、すごく私自身嬉しく思いました。ハッピーっていうふうにくくりつけて、何でしょう、今日お話しできる内容ではないんですが、そんな子どもたちがちゃんと感謝の気持ちを持って杉山さんに最後気持ちを伝えようということで活動したことが嬉しいことだったのでお伝えしました。以上です。ありがとうございました。